皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴をお願いいたします。本日11月14日日曜日、題は立ち止まる習慣です。もう10年ぐらい前のことでしょうか、喘息発作が悪化して入院した、そういう経験があります。忙しかったんですね。その時あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、でも入院した途端何にもできない。手元にあるのは携帯電話と聖書だけ。まあ携帯つってもね、今のようなスマホじゃなくてガラケーですからね。もうつながってる人たちにメールを出してね、すいません入院しましたので祈ってください、お仕事できなくなりました、ごめんなさい、もう全部ストップ。困った、ああ困った、困った、困った、もう本当にねそう思ったんですけどね、もう仕方ない、全部手放そう、まあ、そして休もう、もう入院したってことはね、このままイライラしてもしょうがないしね、命守られてよかった、まあ、予想に反してね、私のメールに対して、まあ、無理するからとかじゃなくてね、ゆっくり休んでくださいねってこうね優しい言葉ばかりでした。入院せざるを得ないそのような状況の中で、初めて神に委ねたかのように私の心はね楽になった。もちろん委ねてるんですけどね、もう全部手放してね、もうあとは神様に委ねます。まあ、重い喘息発作だったんでなかなか治らないでね、長く入院しましたけれど、しかしそのような中で、まあ、私は休む機会を得、本当にイエス様をねもう一度深く考える機会が与えられました。私にとってそれはね本当に至福の時でした。立ち止まる、そういう時を私たちは持ちたいものです。少なくとも日曜日、神を礼拝する、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のもとへ来なさい、私があなたを休ませてあげよう、そう語られるイエス様の前に立ち止まり、そして安息を得ていきましょう。そして毎日聖書と祈りを持って一日をスタートする、それは立ち止まるようなものです。すぐ仕事行きたい、もう忙しいから、そしたらちょっと早く寝て早く起きて立ち止まる、5分でも10分でも、ちょっとトイレ行ってでも、皆さんそのようにしてね、私たちは立ち止まることによって疲れ癒され、また働くことができます。主はすべての最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。